それでは景観法と、デザインについて、屋外航空物の規制が厳しい、京都は厳しいと話はしましたけども、それはいくつかの法律に基づいて、制限がかかっています。景観法は割と新しい法律で、それができる前は都市計画法と建築基準法、屋外航空物法、孤島保存法、いろんな法律で断片的に何とか風景保護しようというようなことが行われていました。その他に都道府県ごとに、景観法条例、違う名前でいろんな法条例を作って、風景を、守り育てていこうというようなことが行われていたわけなんですけども、条例だけだとね、法的な根拠がないと強制力がない。こういうのはダメだよっていうふうに指導するときに、それを守らない人たちっていうのがやっぱり出てくるわけなんだけども、罰則がないというようなことで、なかなか行政としても、お願いはできるけど強制はできないというような状況が長らく続いていて、それが限界でした。でそれを法的に補うために、平成16年景観法というものができています。景観法に基づいて何が行われるかっていうと、まず法律は国が作り、それに基づいて地方自治体で都道府県とか市町村とかそういうところで、景観計画を作るという段取りになります。景観法はですね、法律そのものでは何が美しいかっていうようなことについて一切書いていない。それは国が決めることじゃない。地元でどんな風景が望ましいかっていうのは決めて計画を立てなさいと。その計画は国が作る法律に基づいてやってもらったらいい。そういう仕組みになってんだよね。で景観計画でルール、届け出勧告、建物を作る時のルールとかもろもろのルールを決め、それは実際に運用するために、何か建物を作る時には、もちろん建築基準法に基づいて確認申請をしなきゃいけないわけなんだけども、建築以外のものでも何かこういうものを作る時には届けなさいというふうに景観法に基づいて、ルールを決めてしまって、届け出ができたら、いやこんなの作ってしまっちゃ困りますよとか、ルールの範囲内に収めるためにこう変更してくださいねというような、勧告などを行うという仕組みになっている。で、景観地区あるいはいろんな地区を、指定することができて、例えば高知だと高知県全体についてルールを作るっていうのはあんまり現実的でないので、非常に景観的に重要な場所っていうエリアを設定して、そこについて細かくルールを作るというようなことが普通行われています。で例えばどんなルールがありえるか、携帯衣装の制限、形、色、材質、そういうものについて、ルールを決めるとか、高さとか壁面の位置、壁面の位置ってのは道路からどのぐらい下がりなさいとか、そんなような話ですね。そういうものに関するルールっていうものが、記述されます。その他ね、景観重要建物とか樹木とか、これは建物は基本的に私有のものが多い、樹木も誰それの庭に植わってるっていうようなものが多いわけなんですけど、それは個人の持ち物なわけなんだけども、重要なものはそれは個人の持ちのもという範囲を超えて、それは地域全体の宝物でしょうというような位置づけで、そういう景観的に重要なものの指定をして、それはきちんと守っていきましょうよというような仕組みを作ることができます。で景観法と屋外航空物法を2つを使って、条例があって、その条例に基づいて京都の屋外航空物の制限というようなものが、行われることになる。それで、結果として京都の、非常に航空物の制限されたきれいな風景っていうのができてるわけですね。
京都の景観保護ができる前と後を見比べてみると本当にね劇的に劇的に違います。これ京都市役所のホームページで屋外広告物に関する冊子っていうものが公開されていて、それを見ると景観保護ができる前と後の変化っていうのが、比較して写真が載っているので分かりやすいと